スが粘っています。おっと今度同じような打球だったんですが、いやーこれはセーフになりました。この回からサードに入っているのは滝沢です。同じようなピッチャー返し、今度は足に当たりましてサード方向へボールが転がりました。またそうですよね。はい、センター前に落としていきました。4本目のヒットです、ホークス。まあ、珍しいですね、ツーナッシングからちょっと平野さんのような存在になりたいということを、この阿部は話していました。左中間どうでしょうか、左中間破っていく、打った川瀬は二塁を蹴る、あ蹴ったところで止まりました。川瀬にツーベースが生まれています。代打川瀬のツーベース。さあソフトバンクが息を吹き返して、ここから上位打線すんなりとは終わらせないソフトバンクホークス。昨日も川瀬ヒット打ったんじゃなかったかな。そうです ね、はい、昨日も山本からストレート打って打球はセンターに抜ける。このシリーズ4打数4安打川瀬。いやなんかすごいですね、あの守備でもね非常にいい動きしてますし、なんか先発でもね使いたい感じになってきますよね。ワンアウトランナーは一塁です。中村明